こんにちは、マースケチャンネルです。今回はですね、乃木坂46 3期生の中村れのさんに挑戦してみました。前にね、一度書いたことあるんですけれども、その頃はですね、あんまりねよく知らない状態で書いたので、仕上がりが自分の思った感じじゃなくなってしまったので、まあ再挑戦というわけです。それからですね、まあファンの人はまあ気がついていると思いますが、今はですね、ビジュアルがね、最強というくらいね、すごい整っているので、それでいって選抜じゃないので、あまりテレビにねの番組に出てこないのがもったいないなということで、まあちょっと絵にね残しておこうという気持ちもあり、まあ描いてみました。まずは下書きは鉛筆 で、下書きはね、最近は先日のニュースでね、今時の、小学生は筆圧が弱くなっているので、僕らの頃が基本が HB だったのを 2B で、とか B が普通だというふうにねニュースを見たんですけども、僕は逆にね、筆圧弱い方、強い方でも弱い方でもないんですけども、最近 2H で書くのがねちょうど良さそうなので、 2H 硬い鉛筆で書いています。はい、で次から色をつけていきます。はい、もうだいぶね色をつけましたけれども、今回は明るい髪の毛ということで、茶髪なので、下地塗りにこう山吹色、黄色系で塗りまして、瞳もね、黒い瞳というよりはちょっと明るいね、瞳なので、赤茶色を下地塗りに塗りまして、上から焦げ茶黒なので描いていきます。で唇は桃色、薄紅色をつけておきます。はい、今回はですね、首のところに大きなリボンのついた、で肩出しのレース地の、服なので、まず下地塗りに薄青、それから濃い部分に、群青色をつけておきます。ここにちょっと見えてますけど、手もね忘れずに描いておきます。それから、前の段階で顔全体にね、薄だいだいとシェルピンクで色を重ねたんですけれども、濃くなってきたので、まあ、次のところで、はい、ここで消しまして顔全体に光を与えます。はい、で髪の毛にだいぶね色を重ねまして、先ほどね山吹色、ここで山吹色だったんですけれども、上から赤茶色、赤茶色、焦げ茶色、黒などを重ねました。でね、この辺ちょっと今色を残してあるんですけれども、こう髪の毛のね光が当たったこう生めかしい感じが表現できないので、今回はここに、ブルー、薄青を入れることにしました。はい、どうでしょうか。薄青を入れると、ここもそうですね、あとここの全部濃い部分も薄青と、それから茶色を重ねたんですけども、髪の毛の光が当たっている部分と、そして濃い感じがうまくね表現できたと思います。ここにずっと白くなっているのはね、強い光が当たっている髪、ほつれ毛をこう表現するのに、細いね消しゴム棒の消しゴムでこれ消してあるんです。はい、これが完成です。で服の方はね、消しゴムで消して光を与え、まあ、手の方も忘れずに影なんかも、ね、シェルピンクでかけまして、最後はひたすら、薄青、焦げ茶色じゃない、茶色、赤茶色、黒で髪の毛スススッとね、こう描くように何本か線を引いて描いて完成です。はい、というわけで今回は乃木坂の中村れのさんに挑戦してみました。でね、来月、まあできるかどうかまだね、コロナの影響で分かりませんけれども、来月講座が始まりますので、ちょっと時間のかかる人物画はね、まあ、できないと思いまして、今一応ね頭の中にあるのは、まあ、できたらですね、去年はちょうど田んぼに水が引かれた状態の風景を描こうと思っていたんですが、ちょうどコロナで活動自粛になっちゃいまして、もうねだいぶ稲穂もね伸びた状態になってしまったので、来年こそはっていう思いが去年あって、
今年はちょうど今頃ね、田んぼを覗いてみたら溝を引き始めたり、それから、田んぼに田植えが始まっている時期ですので、またね、取材ネタ探しに取材に行きまして、田んぼの風景の水彩画を描こうかなっていう考えでいます。ということで、よかったらまたね、見に来てみてください。というわけで、万が一この動画が面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。